足川うららは日本の体操競技選手。静岡新聞 SBS 所属。静岡県富士市出身。自身の名前の由来はスピッツの楽曲、ロビンソンの歌詞、ルララを家族がうららと聞き違えたことによるという。富士市立急小学校2年生の3月に姉たちと共に水町体操館に所属し、練習を始める。徳大学附属徳徳中学校へ進学し、 二年の時に全日本体操競技選手権大会個人種目別選手権の平均台で3位に入賞。これをきっかけに平均台だけは誰にも負けたくないと練習に力が入るようになる。その後2017年大会で3位、2020年大会で優勝する。フィグ体操ワールドカップの種目別で3連勝し、2020年、 東京オリンピックへの出場が濃厚だったが、延期が決定したため、内定が持ち越しとなった。2021年6月28日、国際体操連盟が足川の五輪出場権を獲得したと発表、東京オリンピックの日本代表が内定した。2021年7月25日の東京オリンピック体操女子、種目別平均大予選に出場し12位となる。 決勝へは予選上位8人が進むが予選4位だったルーマニアの選手が欠場し種目別決勝は一つの国と地域から最大2人までしか出場できないことから急遽足川が出場できることになった8月3日の女子種目別平均大決勝では1 3 7 3 3で6位入賞となった2021年10月の世界 体操競技選手権の女子種目別平均台に出場して14.100点を出し、この種目では1954年ドーマ大会の田中、稽古以来となる67年ぶりの金メダルを獲得した。ありがとうございます。